こんにちは、劇花のフリアです。リアルタイムで見ている方はこんばんは、フリアです。ということでね、今日は母の日、母の日にお花をもらった方たくさんいらっしゃると思うんですけども、母の日でもらった鉢植え、これを長持ちさせる方法ということでお届けしたいと思います。母の日といえばカーネーションなんですけど、まあね、カーネーションに関しては、他の動画でも詳しく説明しているので、他のお花ね、5つぐらい絞ってですねお話ししていきたいと思います。このお花はですね、僕が以前撮った動画で脱カーネーション、母の日に必ず喜ばれる新定番フラワーギフト5選っていうね動画があるんですけども、そこでご紹介させていただいたお花に関してお話ししたいと思います。今日ご紹介する、育て方をご紹介するお花はカラー、そしてアンスリウム、ラベンダー、ローズリリー、ユリですね。そして、アジサイ。この5つになってきます。母の日、まあお花もらうんですけど、枯らしちゃう方って結構多くて、僕らの方でもですね、母の日が終わってから、大体ですね、2ヶ月ぐらいご相談の電話が鳴りやみません。半年ぐらい経っても電話はかかってくるぐらい、母の日のお花の心配をされているお母さんたちってすごく多いんですよ。なので、まあね、せめて、このね、YouTube 見ていらっしゃってる方に関しては、ぜひ上手に育てていただきたいと思いますので、ぜひこのね、動画見ていただいて、育て方をマスターしていただければと思います。まず一番最初にですね、届いたらまず何すればいいの?っていうところをお話しした後に、これはね、全商品共通です。その後にですね、それぞれのお花の管理の仕方、軽めにお話をしていきたいと思います。まずですね、到着したら、まあ箱に入ってますね、通販で買ったものって。そしたらバラバラバラっとこう開けていただいて、中から出してください。出してね、風を通してほしいんですよ。で、風通していただいて、まずはお水をあげてください。で、お水をあげる前なんですけど、ラッピングされてます。ラッピングを、もうなんかね、もったいないんですけど、ほどいていただきたいんですよ。お届けするときに気持ちよく受け取っていただきたいっていう要素があるんですが、お花をね、育てるってことを考えると、ラッピングってものすごくですね、悪影響があるんです。なので僕らはね、本来はラッピングせずにお届けをしたいんですが、でもやっぱりね、お届け物、贈り物なので、ラッピングしないってわけにもいかないんでね、カゴをつけたりとか、ふわふわっとした紙で包んだりとか、リボンをつけたりとかしてお届けしてるんですね。鉢がね、綺麗なものに関してはそのままお届けしてたりもするんですけど、ラッピングがついてるものに関しては外してください。ラッピングを外したら水やりですね。まず、お水をあげてほしいんです。出荷してから翌日、もしくは翌々日でお届けしてるので、なんていうんですか、その長旅に耐えた感じなのでね、お水をあげて、黙ってあげていただきたいです。で、次にですね、ほとんどの鉢花に共通しているのが、観葉植物とかでない限り、できればなんですけども、外の半日陰の場所に置いていただきたいです。お家の中で楽しみたいのは山々なんですが、1日2日お家で楽しんでってなると、まあ、その間にですね、根っこが傷んだりとか、日照不足になってしまうことがあるんですね。なので、お花のことを考えるのであれば、半日陰の場所に、外のね、半日陰の場所に出していただくのがベストです。そして、そのまま楽しんでいただくと、鉢底から根っこが出てきたりします。で、そしたら植え替えのサインということで、それぞれのね、お花の植え替え時期があるので、それもですね、この5つのお花に沿ってお話をしていきたいと思います。では、早速なんですけども、カラーとかね、ラベンダーとかアンスリウムとか、アジサイとかいろいろありますけども、カラーからお話ししていきます。まずこのカラーなんですけども、しばらくは室内でも大丈夫だったりします。できれば外に出した方が、花の色はね、めちゃくちゃ良くなるんですよ。なんですけど、部屋の中でも管理することはできます。ただし、色がぼけたりとか、ピンクのカラーなんですけど、白っぽくなっちゃったりすることがあります。これはね、日照不足なんですね。カラーっていうのは、紫外線が当たることによって、色がこう発色してくるっていう性質があるんですね。なので、外に出した方が発色はいいです。で、白い花が生えてきたなと思ったら、日照不足だなっていうふうに思ってください。水やりの加減はね、表土が乾いたらたっぷりです。このカラーなんですけど、まあ、3日4日室内で楽しんだらできれば外に出してください。で、花がですね、次々上がってきます。1ヶ月から1ヶ月半上がり続けてくれたりするんですね。で、6月の半ばから後半ぐらいになると、そろそろ花が終わってくるよっていう時期なので、そしたらですね、肥料をあげてほしいんですね。肥料はですね、この後ろにも、あります、プロが使う基本肥料、固形の肥料で結構です。これをね、ティースプーン1杯
1杯半ぐらいあげていただいて、今度は葉っぱを育てるようにします。夏になるとですね、葉っぱが枯れてきます。枯れちゃっても大丈夫、上部が全部枯れるまで放置しといてください。そしたらですね、鉢から掘り上げていただいて、これを乾燥させておきます。鉢の中のね、土がカラカラになるまで放っておいてもいいですし、お水あげずにね、網の中に入れて、ネットに入れて、日陰に干しておいても大丈夫です。そして秋になったら土の中に植えてください。同じ鉢で大丈夫です。鉢が小さく感じるかもしれませんが、球根が入るぐらいの大きさであれば全然 OK です。で、一回お水をあげて、肥料はいらないです。そのまま放っておくと、春になるとまた芽が出てきて咲いてくれるっていう、こんな、仕組みでぐる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 毎年咲いてくれるっていう感じです。二つ目、アンスリウムです。アンスリウムはね、もう観葉植物だと思っていただいて育てていただければ OK です。真夏の直射日光だけ避けていただければ、薄日のところでね、窓際なんかでずっと管理していただければ全然 OK です。お水はね、夏は結構吸います。で、肥料はたまに、まあ、パラパラっと固形の肥料、これでいいですね。プロが使う基本肥料、ティースプーン1杯から、8分目ぐらいあげていただければ十分かなっていうふうに思います。まあ、夏場もね、全然元気なんですよ。ただ夏の、ね、直射日光、それから西日、これだけ、気をつけてください。葉っぱが焼けちゃいます。秋もね、うちね、アンスリウム来たんですけど、サンプルでね、もうね、1年半ぐらい花が咲きっぱなしです。そこのアンスリウムを使ってます、コトフラワーさんっていうところのね、それはもう本当に咲きっぱなしです。まあ、作り手によって、花の上がってくる上がってこないっていうのは変わってくるので、花が上がってこないからって言って肥料をどん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 追加するっていうことだけはやめてください。冬はね、寒いとね、ダメになっちゃうんで、できるだけ暖かいところに置いていただければ OK ですよ。一年中ね、薄日が入って、暖かい場所、こんなところがアンスリウム好きな場所ですね。で、植え替えなんですけど、 1,2 年はそのままでも全然大丈夫、結構待ってていただいて OK です。3つ目はね、ラベンダーのアロマティコです。すっごいいい香りがするので、楽しみにされている方も多いと思うんですけど、これね、矢沢園芸さんっていうね、栃木のもう本当に凄腕のね、方が作られています。ラベンダーに関してはね、お部屋で楽しみたい、香りがいいからって言って大事にされちゃう方多いんですけど、部屋に置くとですね、1週間ぐらいでダメになっちゃいます。これね、もう本当に気をつけていただきたいんですが、必ず外で育てていただきたいんですね。で、植え替えも、今年は、秋になるまでは必要ないので、鉢のまんまですね、まずはお家、お庭の日陰に出していただいて、徐々に日に慣らしながら日向に出していってあげてください。6月ぐらい、7月ぐらい、梅雨入りしましたら、半分ぐらいに切り戻しをしてください。まだね、ちらほら咲いてるんですけど、バッサリと半分ぐらいに切るんですね。で、風通しを良くしていただいて、夏は日陰に置いていただいて、秋になったら植え替えです。植え替えはですね、二回り大きな鉢ですね。土はね、これ、膨らむ培養土、これが一番ベストですね。二回りだから、7号の鉢に植え替えていただけると OK です。そのままですね、冬放っておくと寒さで枯れてきます。暖かい地域は枯れないんですけどね、寒い地域だと枯れます。枯れるけど、また春ね、芽吹くので、全然 OK です。そのまま育てていただければ、また毎年毎年咲いてくれます。寒さに当たらないと、花がね、咲かないっていう性質を持ってます。アロマティコに関しては、四季咲き性っていうのがあって、秋にも咲くんですよ。秋にも咲くんですけど、秋の花はちらほら、満開みたいな感じにはならないです。なので、メインは翌年っていう風に考えていただければ OK です。4つ目はね、ローズリリーですね。これはユリです。八重咲きのユリ。オランダのですね、育種家さんが作った八重咲きのユリで、すごくいい香りです。ローズリリー、白とですね、ピンクがあるんですけども、ちょっと写真の方はね、白の方を使わせてもらっています。まずですね、つぼみの状態で届きますんで、このままですね、外の日陰に出してください。部屋の中だとね、ちょっと開花しづらいかな。球根が腐る可能性もあるので、東側もしくは日陰の方に出していただいて。で、水はですね、毎日もしくは2日に1遍ぐらいの水やりですね、結構水はけのいい土を使っているので、すぐに乾いちゃうと思います。で、つぼみが咲かないっていう状態っていうのは、日向に出しすぎた場合と、水枯れしちゃった場合、これありますと、先端のですね、つぼみからダメになってきたりします。
なのでそこがサインだなっていうふうに思っていただければと思います。花が咲いたらもうそのまま楽しんでください。いい香りがね、しばらく続くんで、それをもう存分に楽しんでいただいて、つぼみの大きさによってはですね、咲くまでに時間がかかっちゃったりとかしますけども、じっくり育てていただければしっかりと咲いてくれますので、そのまま楽しんでいただければと思います。花が終わったらですね、花首、つぼみがあってこの花首がありまして茎がありますね、花首だけ落としてください。種がつくとユリの球根は分球します。分球しちゃうと翌年ですね、大きな花が咲かなくなっちゃうんですね。分球しないように種がつかないように、花がもうなんか汚くなってきたなと思ったらすぐチョキンと切るようにしてください。で、茎だけ残ります。茎だけ残ったら肥料をあげてください。そのままですね、まあ冬まで放っておくと、冬2月頃ですね、完全に枯れ切ってくれます。2月頃枯れ切ったら株元からチョキンと切っていただいて、そのまま放置。冬場はですね、雪がかむっても寒くても大丈夫。ユリはですね、低温に当たらないと、寒さに当たらないとね、花芽を作らないんですね。今年、まあ翌年ですかね、今年じゃない翌年の4月5月ぐらいにまた芽が出てきてくれて、6月7月ぐらいに咲くかなっていう感じです。毎年咲いてくれるので、花が終わった後ね、庭に植えちゃっても OK ですよ。そんな風に管理してもらえればと思います。最後5つ目はですね、アジサイのディープパープルですね。これもですね、非常にいい色のアジサイなんですけど、通常の西洋アジサイと同じ育て方で OK です。室内で、楽しまれるタイプっていう方が非常に多いと思いますので、室内でしたら、なるべくですね、薄日の当たる場所に置いてください。これね、作った生産者さんによって置き場所が違います。ディープパープルに関しては薄日の入ったところ、うちでね、大きなアジサイっていうのを売ってるんですけど、それに関してはできれば日に当てない方がいいっていう作りになっています。ということで、このディープパープルだけに関しては薄日のところに当ててください。このアジサイに関してはこうですよっていう説明書も入っているので、それよく読んでいただいてやっていただければと思います。花をですね、上手に育てられると夏場にね、花全体が緑色に変色します。夏越して秋になったら外のね、日陰に出してください。日陰に出すと今度はですね、寒くなってくると、ね、真っ赤になるんですよ。紅葉してくれます。色変わりが楽しめるんですね。ただ、翌年はですね、花が減っちゃいます。なので翌年もね、すごく花を咲かせたいっていう方は、夏のね、お盆までですね、8月入ったら半分ぐらいにバツンと切ってください。そうすると翌年も咲きやすくなります。あとね、水やりに関してなんですけども、アジサイはですね、表土が乾いて1日経ったらたっぷりあげるみたいな、水やりで OK です。底面給水鉢の場合は、底面給水鉢の、まあ、下からね、水あげるタイプだったら、下の水がなくならないように注意しながらお水をあげていただければ OK です。肥料はね、あげる必要ないです。花が終わってね、剪定したら肥料っていう感じで、まあ秋にね、肥料をあげればそれで OK かなっていう感じです。植え替えはですね、してもしなくても大丈夫です。1、2年はそのままの鉢でも育てられるので、面倒な方は植え替えなし。まあ大きく育てたいっていう方は秋ですね、秋涼しくなったらお庭の方に下ろしていただいたり、一回り大きい鉢に植え替えていただけるといいかなっていうふうに思います。ざっくりとご説明しましたが、うちの商品に関しては丁寧な説明書、結構長いんですけど、充実した説明書を付けさせていただいています。で、他社さんで買った場合には、まあ、充実した説明書が付いている場合もあれば、そうじゃない場合なんかもありますので、こういった動画を参考にしていただければと思います。ぜひ参考にしてください。 LINE の方がありましてね、概要欄に書いてあるんですけど、育て方動画サーチというね、新しい LINE があります。そこでですね、アジサイっていう風に入力していただくと、アジサイの説明出てきます。ぜひ登録して、そちらでも動画をしっかり見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。面白かった、役に立ったっていうことでは、高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということで、またお会いしましょう。さよなら。